宇宙船になるためにはどうしたらいいか聞いといて。宇宙船になるためにどうしたらいい。まずあいつ体すげえでいいけど、はい、で5年生でちっちゃい子じゃないの、比較的大きい方だ、うん、やっぱしっかりご飯食べて、あと体操しっかりして体操柔らかくなきゃいけない、ピッチャー特に股関節硬いね、股関節って分かる、分かります、そうそうそう、違う違う違う、両手でやるよ、やっちゃってやってみて、やまれてみて、そう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 、ガクガクになる、何照れてんの。本当に宇宙船の投げ方ってものすごい柔らかくて、ムチみたいにしなくて、足上げちょっとやって真似してる、あれぐらい上げなきゃ、いやだから真似から入る、うん、もうちょっと真似して投げるのか、思っちゃった、いや、もっともっともっと上に立ってしながら状態に、ちょっと並ばないように、はい、おお、そうそうそう、それぐらいからなきゃ、ほんでお前投げ終わった時、ちょっとこんななくそこまで、何をそこまでバーンって体を使ってるからしっかりこう叩けてる、そうで、そう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 、ついでにこっちから持ってきて、はい、分かった、分かった、はい、まあ、モノマネも大事で、その人になりきる、もう改名から入るから、もう菊池雄星になればいい、名前から変えてもらえばもう、いや、そんなことない、はい、ね、他に聞きたいことある、大丈夫か、よしよし、頑張って、いやだからもうモノマネっていうのも大事だから、すごく菊池雄星のいい時の方ね、分かった、あのグラブの笹さんには気をつけて、はい、分かりました、はい、はい、ゲームはゲームは、第2関節、第2関節をこうやってやるんだと思う、分かったか、分かったな、多分できないと思う、ボール握ったままや見てだけでやる、分かったな、はい、よし、でも一回キャッチボールしなくてもいいから、こうボールをずっと握っとく、ボールさ、手をつけてください、背負っちゃう、ね、そしたら違和感が取れる、取れるから、そしたら、ケッ、ボールが慣れる、小坂今村、はい、チャンネル登録は、じゃあします、じゃあかよ